ポーズはこんな感じかしら。かりん先輩。うわ、びっくりした。いきなり真後ろに立たないでよ。写真、かすみちゃんも写っちゃってる。かわいいかすみんとのツーショットいいじゃないですか。最高の写真ですね。そうね、これはこれでいいかも。 SNS にアップしてもいいかしら。いいですか本当に。あら、自分で最高って言ってたじゃない。なんだかんだで気を使っちゃうところ、かわいいわね。なんか、かわいいのはその通りですけど、別に気は使ってないです。はいはい。よし、投稿完了。素敵な写真だから、きっと見る人も気に入ってくれるわ。かりん先輩、最近どんな写真あげてるんですか？カフェでランチしてるのとか、私服のコーデの写真は見たことありますけど。さっきあげたやつの前は、これね。自分でもお気に入りの一枚なの。なんですかこれ。めちゃくちゃかっこいい。いいなぁ。かすみんもこういうの撮りたいです。かりん先輩、かすみんのことも撮ってください。いいけど、今見せた写真結構手間がかかってるのよ。ただでやるのはちょっとね。じゃあ、そうだ、かすみんの新作コッペパンをプレゼントしますよ。それもかりん先輩のためにアレンジを加えたスペシャル仕様にしてあげます。へえ、私のためのスペシャルコッペパン、それはぜひとも食べてみたいわね。いいわ、取ってあげる。やったー、これでかすみんのファンも激増です。まったく、本当に可愛いんだから。さあ、美味しいパンのためにも頑張っちゃうわよ。